ベントオーバーローイングは、ウェイトトレーニングの種目の一つである。主に広背筋、上腕二頭筋、三角筋後部、僧帽筋、ひし型筋などに刺激を与え、筋量、筋力を増加させるのに効果がある。バーベルを使うノーマルなベントオーバーローイングのほか、ダンベルを片手で扱って行うワンハンドローイングがあるがその効果はほとんど同じものである。 ただし腰を折ってかがむ姿勢を取るノーマルの方は腰を痛める危険があり、どちらかといえば上級者向き。ベンチなどに片手をついて行うワンハンドの方が初心者向きの種目である。どちらもウエイトを持ち上げるときには、肘から下はリラックスしてだらりと下げ、上腕二頭筋を使わないように意識すること。上腕二頭筋の力で強引に持ち上げると、トレーニング効果は半減する。 持ち上げると同時に肩甲骨を寄せてゆく。肩幅よりやや広い手幅でバーベルを持って直立し、膝を曲げて前傾姿勢をとる。正面を見て背筋を伸ばす。上体の角度は45度前後。息を吸いながらバーベルを腹部に向かって引く。バーが腹部に当たる位置まで来たら息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 ドリアンイーツが行っていたことからドリアンローとも呼ばれる。オーバーグリップで行うよりも広背筋下部や上腕に頭筋への負荷が増える。オーバーグリップに比べ高重量を扱える。肩甲骨を寄せながら肘を後ろへ移動させるイメージで行うと効果的。肩幅よりやや広い手幅でバーベルを持って直立し膝を曲げて前傾姿勢をとる。手の甲が 自分の方を向くように持つ。正面を見て背筋を伸ばす。上体の角度は60度前後。息を吸いながらバーベルを足の付け根に向かって引く。バーが足の付け根に当たる位置まで来たら息を吐きながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。